はい、どうもプラルでございます。本日はですね、こちらガマトトなんですけれども、今回こちらの方やっていこうかなと思うんですけれども、ちょっとですね1時間ちょっとね、旅に出てもらいます。じゃあちょっとねお見せできないので、で、こちらですね、猫ビタンの方が1時間3時間6時間ということで ABC でねあるんですけれども、今回ですねこちらですね、まあ、A が 23、 B が 47、 C が34ということで、これ全部使いまして、ちょっと戻ってもらいましょう。はい、こちらですね、レベル90からどれくらいレベルがいくのかと、あとですねこちらですね、ガマトドの隊員が金が全然少ないんですけどもね、このカリスマ隊員の方が、どれくらいね出てくるかということで、今回ちょっとね検証していきたいなと思います。もう完全にねちょっとあの人のパクリかもしれないんですけどもね、ちょっと私もやりたいのということで、まあ、それぞれねレベル90をね出してね、もうマックスの方まで行きたいなと思うんで、ちょっと頑張りたいと思います。ではね早速行きたいと思います。で、ちょっとですね、まあキャッツアイの方がね、まあ、レアと EX っていうことで、こっちの方がね個人的にいいかなと思うので、まあ、とりあえずこれをね6時間とかだんねどんどんやっていこうかなと思います。でかなり時間が経っちゃうとは思うんでね、早送りをねどんどんやってっていきたいと思うんで、よかったらお付き合いください。じゃあ早速いきましょう。はい、まず6時間分ですね。ですね、じゃあとりあえずですね、まあ、6時間の方はすぐ終わっちゃうので、まあ、最初はですね3時間の方からねどんどん使っていきたいと思います。はい、まあ、猫ビタン使うとねそんなに経験値の方は上がらないのかなっていうのは、まあ、個人的な、まあ、このね1年ちょいぐらいやってきてね、まあ、分かったことなんですけれどもね、まあ、とりあえず、報酬の方はねそこまでねちょっと確認した方がいいかな。これまあ最初のね、数時間ぐらいはやってって、でもう少し経ったらですね、早送りの方しようかなと思います。割と全然上がんないもんだね90は。うん、これ検証できるかな。じゃあ、早送りの方行きます。あー来たけど下っ端かよ。これはお 1.5 倍来ましたね。やっと来たよ。うわやっと91になった。全然上がんねえなやっぱり。はい、ということですね、1時間と3時間分の猫ビタン全部使いました。で一応ですねまだ91レベルということで、まあまだね6時間分が34個あるんでね、まあ、もう何レベルぐらいか上がるか分かんないんでね、ちょっと本気で飛ばしていきたいと思うんで、何レベル上がるかちょっとねお楽しみにしていてください。では参りましょう。では最後ですね、残り1個なんで、これを使って何レベルにいったでしょうか、確認しましょう。いきます、ドドンと。はい、2レベルしか上がりませんでしたね。やっぱ上がんないもんですね。うん、まあ一応でも後半の方来てるんで、まああとは地道にやっていけば93はあともう少しでいけるということで、はい、ということでですね、今回こちらですね、猫ビタンの方 ABC の方をね使って、まあ、累計368時間分のね、猫ビタンということで、まあ、周回してみて、結局ですね、まあ、出てきた隊員としては、まあ、最初の方でね1人前かな、1人前じゃないや下っ端か、下っ端の方で出てきて、その後に1人前の方ね出てきたんですけども、1人前かよ、微妙だな、何も出なかったということで、
まあ、やっぱりですね、ちゃんと時間はね、猫ビタン使わずにやった方が出るんじゃないかなとか思ったりねしたんですけど、まあ久しぶりっていうか、こんな猫ビタン使うこともないんでね、まあ、これを機にいいんじゃないかなと思います。まあ、またね、猫ビタンの方がたまりつつ、もしかしたらやるかもしれないので、まあ、その時はね、またよかったら、まあ、次はね2倍無理かな、まあ、同じぐらいかちょっと多いぐらいでね、またやりたいなと思うんで、よかったらお楽しみにしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。